こんにちは、本気塾代表石原です。今日からですね、同じ共有の中でも共有物分割ってことで、いよいよ共有関係終わりさようならみたいな話についてやっていきたいと思います。お願いします。そもそも共有っていうのは民法から見てどういう地位だったかというと、前も言いましたように民法から見るとよろしくないっていうふうに考えてですね、ですから早く分割なら分割して、共有住宅がなくなっちまえというふうに民法考えています。ですから共有は、分割は自由だよっていうのがもう大々的に謳われてまして、民法は共有が大嫌いだと。そもそも民法、前見て近代法の敵ということで、近代にせっかく、ヨーロッパで言えば言いましたね、王様とかなんか封建諸侯みたいな領主みたいなのを消して、土地の所有権の制限とかなくなったはずなのに、また復活するみたいなね、なんか人と人のしがらみを作るみたいなのが民法は大嫌い、民法はドライな個人主義だというふうに言われています。そして一物一権主義、一個のものには一個の権利しかないというのが分かりやすい民法の理屈だったんですが、一つの土地に ABC の共有持ち分が3つあるというのは、それも民法から見るといまいち、なせ話だなというふうに民法が言います。ですから共有という制度を認めつつも、基本的に早く終われ終われというふうに民法は思っていますから、分割については自由だよということになります。で、一応そう言っても例外がないと、いつも自由で丸ごと間違えられて困るんで、一応例外についていきますと、一応ですね、5年以内の間は不分割相続、 ABC3 人の間でこのね、この別荘はね、民法はね、共有契約かもしれないけどね、これは俺らの絆で買った別荘なんだから、3年間絶対分割すんなよ、おうおうおうみたいな、そんなね、話になったら、それはそれで認めようと。ただし5年以内じゃないといけません。つまり10年間分割しないと特約をしても無効になっちゃいます。なぜなら民法が見ると、あ、お前分割をそこまで邪魔するんじゃねえと、分割になった方がいいんだからということで、約束したとしても5年以内です。でこの約束はね、またね、例えば3年で最初約束してね、3年後また3人絆がまだ厚かったから、やっぱりまた不分割の特約をかわちぎりを交わそうとした時も、その時もまた5年以内じゃなきゃいけません。更新するのはいいけれども5年以内じゃなきゃいけません。確かにこの人たちが絆が厚ければ3年を30回更新すれば90回ね、90年かできますんで、そういう意味ではね、結局最初の5年ってね、更新すらオーバーできるじゃないかと、もうそれはそうなんですけど、そうは言っても民法は分割を嫌いだから、なるべくね、この年数を狭めをするし、ね、繰り返しもしょうがないから認めるけど、ね、トータルで5年超えるのはいいんだけど、1回あたりは5年超えちゃいけないと。要するに、早く分割しろ、早く分割しろって民法は雄たけびを上げているということになります。それで下の2つについてはね、いくら共有だからといって、これを割ったらあかんやろみたいな話です。はい。これは相輪関係で出てきましたが、隣の家との間の境界の石、ね、確かに共有です。民法共有ってやりました。石を共有だから壊すって、いやいや、お前らの境界どうなるんじゃったんですね。隣の人との、囲いとか壁、ね、せっかくね、目隠ししたりとか、地震とかのための安全のために、作っといたのに、共有だから分割できるんだろうって言って、塀を壊しちゃったら、いやいやいやと、民法が、お隣同士ね、安全にしようとした趣旨どこ行くんのってことで、いくらこれは共有といっても、これはね、分割されちゃ困る共有だってことになります。はい。あと、これは民法そのもんじゃありませんが、民法の特別法と言われる、いわゆるマンション法、建物区分所有、マンションにおける共有部分、例えば、廊下とかエレベーター共有部分ですが、確かに、法律上そのエレベーター誰が持っているというと、マンションの持ち主たちの共有であることは間違いない。じゃあ分割でいいんだろうってことで、エレベーターこのままに砕いたらどうすんのということで、明日から暮らせないじゃないですか。ということで、いくらこれは共有って言っても、普通の共有と話が違うから、これはバラバラにしないでねということで、めちゃめちゃにしないでねということで、あります。これは一般のものに対しての、ね、民法は嫌いだから分割しないという絆は結構だけど、なるべく制限しようとしている。というふうに抑えればよろしいんじゃないでしょうか。ここまでがまず民法の分割に対する態度とその例外ということになりました。では次に分割の手続きの流れについていきます。はい、分割の手続きということで、まずですね、分割するときになるべく話し合いなさいというのが民法の発想です。で、話し合いのときにはどういうふうに分け方してもいいですよ。どういう分け方って1個だけだろうって皆さん思ってるかもしれませんが、いっぱいあるんですね。この後やりますけど、ちょっと2つのぐらいやっちゃいましょうか。1個の土地があった場合にね、皆さんは分割なんだから、A が、これ普段のさ、ずっと言うのはいつも言ってるように、左側だけ使ってみたら全体について持っているのの、模擬図なんですけど、本当に分けたらね、本当に土地を3つに切っちゃう。A の単独所有、B の単独所有、C の単独所有。分割ってこういうことだろうっ
ていうふうに思う人も十分いると思います。確かに本来の意味の分割は文字通り分けるんですからこれだと思います。ただ現実はそんな分割ばっかりではなくて、誰かに誰かに売ってその代金を分けて、こいつら土地と縁切っちゃって代金で分けるという方法もありますし、 A がこれを全体取得して残りの BC にはごめんということでお金で、償うといろんな方式があるんです。はい、ですから分割といっても本来の言葉の語義ね、言葉の意味は、まあ、二つじゃないか、三つなんでしょうけど、そういう分割ばっかりじゃない、それどれを取っても話し合いの場合は自由だよということになります。で、話し合いがつかなかった場合には仕方なく裁判所において分割しようねということになります。これが厄介で、この後やりますけど、実はちょっと数年前までの民法だとかなりこれが融通きかないと、要するに今言ったいろんな手段を使えないふうに、裁判になると使えないと、話し合いの時は自由だけど裁判になると方式が極めて少ないように昔の民法の条文を見ました。しかしながらこの後やるように、それについていろいろ裁判例とかがもうちょっと広く認めていって、現在は民法改正されてもうちょっと柔軟になっているように見える条文になりましたみたいな話をやっていきたいと思います。で、ここで民意知識なんですが、その例えば協議で話し合いで分割するときですね、ちょっとね、ルールがあります。分割に参加してって人がいます。誰だお前ということで、分割は共有者だけやるんだろう。違うんです。共有者以外で参加したい人の話をします。共有物に対して権利を持っている人。要するに、俺共有物に対して地上権を持っている。地上権というのは、ね、その土地の上を使う。まあ、賃借みたいですね。賃借権に近い権利を持っているんだよなと。あるいは本当の賃借にこの土地借りてるんだよな、あるいはね、この土地に担保つけてるんだよ、こういう人たちにとってはどういう分けられ方するか関心があると思うんです、ね、例えばね、地上権が土地全体について持ってる人から見るとどう分けられてもね、地上権ついてい いきそうだからいいような気もするんですけど、そうとも言えないんですけど、あとよりもそう、あの次回かな、そうとも言えないんですが、例えば少なくとも地上権を ABC のうち A に対してだけ持ってると、 A との合意で A の持ち分について持ってる人から見るとなるべく分割後も A の土地って残ってほしいじゃないですか。わかる？ ABC で共有している土地のうちの A の土地部分、 A の持ち分についての地上権を持っている人が見ると、ね、分割した結果、ね、A が土地を失って BC のものになっちゃうというと自分の地上権がなんかなくなって気しますよね。だって A との間での地上権だったから、ね、BC だったらその地上権消えちゃいそうじゃないですか。となるとなるべくね、BC には持っていかれたくない A の土地を持ち分を守ってほしいというふうに希望するでしょうし、あるいは A にだけ金貸している銀行なんかもそうですよね。なるべく、A の持ち分が減ったりしないでほしいというふうに考えるでしょうから、いろいろ意見があったりします。ですからこういう人たちとか、あるいは、A や B や C に金を貸している債権者というのは分割に参加し意見を述べることができる。で、例えばね、これは銀行は金貸して担保取ってますが、ね、担保取らなくても金貸してるだけの人も参加することができる、まあ、これなぜかというとさ、ね、皆さんから見ると、ね、例えば A に金貸した時に A の財産がどうなれ、ね、お金って返ってくると思ってるかもしれませんが、違うわね、現実の中金返さないですから山のようにいますからね。その時にね、相手の、ね、財産が現金に変わっちゃうとそいつ持ってどっか逃げちゃうんだよ。とか相手の財産が不動産がある人は意外に回収しやすいんですよ。ですからね、債権者にとってもその、ね、例えば共有不動産があるならば、その不動産をどう分けられるかね、自分が貸してる相手の部分がなるべく現金にならずに土地のままでいてほしいですから、そういう意見を言ったりすることができます、はい、そして参加したいというふうに請求があったのに、こういう人たちから請求があったのに無視って参加させなかった場合に、分割したとしても、ね、こういう分割しましたということはできない、つまり、ね、この人たちとの関係では分割せないことになっちゃうというルールがあります。これだけ見ると、なんかすげえこの人たちの権利強いに見えますが、実はそうじゃなくて、そもそもですよ。参加するもクソも、知らなきゃ参加できないじゃん。はい。通知する義務ないんです。ABC がね、共有話、分割話をしようぜって言って、ね、こいつ3人別に友達だとどこでも会えるじゃないですか。何月何日やりますって案内出す必要ないんです。知らなきゃ参加してこれないじゃん。ね、通知する義務ない。ね。で、ペナルティすればさ、参加したいと言ったのに参加させない場合はペナルティーでしょ。でも知らせなければ参加したら言ってこないじゃん。だからこれも適用されないじゃん。だから知らせなきゃいいんだよ。大した話じゃない。いい？万が一知った場合に、知って参加したいって言った場合は、さすがに知っちゃった場合は参加させないと言われることで参加させます。でも参加させて意見は言えますが、その意見に対して ABC は拘束されません。あ、さようでございますか。ね、ご意見は重々受けたまりました。それでいいです。だからといって、その通り分ける必要はまるっきりありません。
ですから結果的には大した制度ではありません。大した制度ではありませんけど、ね、たまに疑問に思う人があるから一応言っただけです。ね、一応ね、知っちゃった人がいれば参加することができる。参加したら意見も言うことができる。ね、参加したいって言ったらむしると足りなくなる。けれどもそもそも知らせなければ参加してくることもない。たまたま知っちゃっても参加さえさせとけば、どんな意見言おうが、それに対して、パチ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 ってやっとけばそれで終わりなんで、まあ、大した話じゃないよということです。一応でも手続きとしては、しといてください。はい。はい。次が、ミニ知識を書いちゃいましたが、ちょっとね、さすがにお前、それはおかしいだろうって思われると思うんで、中知識に変えておきましょうか。全然ミニじゃありません。結構、大事な話です。裁判分割の方式と変遷ということで、先ほど言いましたようにね、現物分割する、あ、ごめんなさい、現物じゃない、ごめんなさい、全然違う。話し合いで協議で分割するのが基本でございまして、ダメだったら、しょうがないから裁判で分割。というこの流れ。実はですね、この流れは今も昔も同じなんです。昔も今も同じです。ところが一部改正があったというふうに熊根国言ったと思います。何が違うかと言いますとですね、昔はこうなんです。協議をするときは、何のパターン、どういう分け方でもいい。ね、その、売って代金に変えてもいい。あるいは普通に分けてもいい。あるいは、いろんな方法がある。というふうになったんですけど、裁判になると、ね、実は二つしか認められてない。というふうに考えられてました。その二つはこのページで説明します。ところが、今、もう、協議が原則、ダメならさ、こう同じなんですが、今は、裁判をするときに、ここがいろんな広い方法がいいんじゃないのと。これね、断言はできないんですね。条文の書き方が曖昧なんですけど、広い方が OK なんじゃないのと。いろんな学者さんも、と思われるという書き方してますけど、ね、広がったというふうに思われます。ですから、ね、話し合いがつかなければ裁判ですごい硬直的な処理者、そういうことはないと。裁判行ったとしても比較的柔軟だよというふうに、変遷がありました。はい。で、このページでやるのは、かつてのね、話として、裁判分割になると非常に手段が限定されちゃうよっていうふうな話をします。はい。どういうふうに考えますか？ごめんなさい。考え、どういうふうに規定されたかというと、かつてはこういうふうに書いてます、ね。裁判になったら、現物分割をしなければいけない。現物分割というのは文字通り、1個の土地を割るというのが基本でしょうね。いいでしょうね。はい。1個の土地を、1個の土地を ABC で分ける。これが基本ですよ。ね。で、それが、現物分割することがどうしてもできないでしょ。あるいは、ね、割っちゃうとすごく安く無意味な土地になる。例えばさ、この辺にしかなんかそういう土地の価値がないから割っちゃうとするとこの辺クズ土地が生まれるとか、そういう場合には、ね、初めて競売してその代金を割る。競売ということは裁判所に買い主がお金を納める。そのお金を ABC で割る。まあ、要するに代金分割ですね。競売して代金で割る。裁判になると、この2パターンだよっていうのが、従来の民法の規定でした。もう一回気をつけてね。昔も今も話し合いで決めちゃえばそれでいいの。万が一裁判になった時に、昔の民法だと、まあ、文字通り3つに叩き割るか。あるいは、それがどうしてもダメな時だけ、売っ払って代金を分ける。この2つしか認められてないよっていうふうになりました。で、これとても不便だな。今回の共有だと、これこうしたいのにな、みたいないろんな不満がありまして、そこで、昔の民法の時代に、昔といっても10年前とかじゃありません。この動画を撮って令和5年ですが、2、3年前までの間に、いろんな事例が積み重なってきた。つまり、裁判だと2方式しか認められないように見えるけど、実際には裁判所は、これもいいんじゃねえというふうにやりました。その話をこれからしていきます。はい。例えば、一括分割。一括分割というのはですね、土地が、例えば、3つあった。三つ共有してるのもあった。要するに別荘三軒持ってたってことですね。ABC がね。これあり得るよね。そんなことはね。その時にね、一個一個割ってさ、A のもの、B のもの、C のもの、単独ってやるんじゃなくて、じゃあこれを A のものにする。これを B のものにする。これを C のものにするという分割が一括分割です。要するに複数の不動産を一括して、割っちゃうという話です。まあ、これもね、まあ、C って言えばですね、さっき言った裁判でできるのは、現物分割と、あと、競売、やべえやべえで競売してね。で、これ不便だねってことで、このやり方が見つかった。まあ、これはね、本によっては、でも現物分割の中に、まだこれはカテゴリーに入る。要するに新しい方式を生み出したっていうか、これの延長だねとね。これを1個の財産だと考えれば、1個ね、1個俺1回くっつけて考えれば、ABC にそれを分けただけじゃない。
わかります？なんか一個こういうここの横ラインに見るとこれ分けてねえから現物分割じゃねえな、現物分割ってのは分けることだもんって、切れすぎれてねえもんなって思いますが、こういう財産だと考えれば切れ目入れてるよね、これ分かる。はい、というふうなことで一応これもまあ現物分割の一種とは言えますが、ただ本来の条文が持ってたのは多分本当に一個一個に切れ目入れる話でしょうから、まあこれはこれで一個の、裁判所の何ですか、発明だったわけですね。こういう発明があったということですね。次に、2個目、一部分割残部協議というのは ABC だったものについて A が分割したくてしょうがないときに、分かったお前のとこだけ切れ目入れとこう、しかし BC は分割のんのんでない、ね、まあ、民法の理念からいくとどんどん民法を分けたいんですが、裁判所は BC の気持ちをまあ重視してあげて A だけ分ける、 BC は分けない、共有のままというのも方式として生み出しました。これも確かに左の線を見ればね、条文上ね、裁判になったら現物しかできないよ、あるいは競売だけ出したときに、まあ一応現物分割してますが、本来の現物分割っていうのはここを残さないことでね、全部切っちゃうことでね、そういう意味ではこれも裁判所の発明だったわけです。いいですか？次に、現物分割として、これは条文通りです。しかし、お金の話もつくよ。あれ？裁判の上の分割で認められてたのは普通に切るか、あるいは、よその人に売って金で分ける、金で分けることと現物分割は相入れない別の制度だったはずですね。ところが実際にはこれ必要じゃない、例えば真面目にちゃんとさ、真面目に普通に現物分割したとしてもいいですか、アフリカとかの国境じゃないんだから、アフリカの国境なんだってなっちゃうと知ってでしょ、聞いたことあるね、中学校で植民地のイギリスとかフランスの支配取り来ちゃったら話しちゃいましたけど、実際の土地って本当に3分の1ずつ来ちゃったらまずいこといっぱい起きるわけです。ここに小川があるよ、ここに木があるよ、いや俺人が人がまずさまずいね、木があるよとかいうことで本当に綺麗に3分の1って分けれないわけですよ。そうすると結果的にはまあなんかね、いい川、いいなんか小川が流れてますね、なんかこの辺がいいなんかの切れ目ですとかやっていくと、厳密に言うと例えば28%、37%、35% みたいに3分の1って言っても33、33、33じゃないんだね。そうすると当然 B が多く取ってるよね、 A が少なく取ってるよね、だとすれば差額って払わなきゃいけなくねえかと、こっちからこっちとかこっちからこっちとか、あるいはこっちからこっちとか、まあ、それ計算方法にいろいろあると思うんですけど、差額の調整必要じゃねえかということで、現物分割をした時だって多く取った B さんは金額の調整、価格賠償必要でしょう。まるで条文だと現物で分けた時と金で分けるときは全然別割れてる、ドラえもんとポケモンぐらい触れるように見えるけど、実際のドラえもんポケモンも1個の番組に登場するでしょうっていうふうに考えて、判例は、現物分解しつつも金の調整というのも認められる、これも1個の発明、ただの現物分解されて金の問題が入ったということになります。はい、最後にスーパー発明が1個起こったんですが、また ABC があって、もしくは土地2個あっても何でもいいですよ、1個でも2個でも何でもいいですけど、全てを A がもらう、あとの BC には金払って終わるというふうな全面的価格賠償、さっきの価格賠償っていうのは A も B も C も取り分はある、ただ差額の調整、今度は取り分がねえやつとあるやつが出てくる、はい、A だけをもらって BC は取り分がない、だから全て金、全部銭だってことで、全面的価格賠償って特定の人がフルゲットする方法、あとは銭で精算する。これ何でこんなするかというと、ね、この根拠にもあるんですが、判例はこれを認める際に、ただし相当性と公平性があるときにって言っても、相当性というのは、独り占めにしちゃっていい相当性。どういうこと？例えば、もともとここがね、まあなんか八百屋さんとかの店の店舗として買いました。ね、ABC みんな3人で共同事業してきました、 BC は年齢のこととかいろいろなことがあって、あるいは農協と喧嘩したとかで八百屋さんから抜けることになりました、で A はでもその後もね、やっていきたいですという時に A に独り占めさせてもいいんじゃないか、その分お金で払えばいいんじゃないか、 A が独占する必要があるんじゃないかという、それ必要性みたいなもの、そして判例が言ったのは公平性、これよくねちょっと試験で結構出るか覚えてほしいね、公平性っていうのは A が独り占めした結果 BC 物来ないよね、そうすると結局お金を払うという問題が起きるよね、この時に本当に正しく払われんだろうか、要するに A はねもらうもんだけもらって払わねえって事態が起きないか、要するに BC を損させることにならないか、これを公平性と言ってます、要するに
物であるか金であるかは別として同じように最終的に得れるのかって、これを公平性と言って、いわば公正性みたいなものなんですけど、判例をこの2個を挙げてこの2個を満たすんだったら A がフルゲットして後のやつは善意でいいよという意味です。こういう条件付きなんで、こっちは自分条件付きなんで、これは条件付きで、まあ、限定された場合だけど A がフルゲットするのも認めました。これなんか全然違うよね。現物分割というのは完全に終わる、何にも合ってない、全部 A がもらった。そしてね、現物分割がダメだった場合は条文上は競売だよと言います。競売もしてないね。単純に身内の中だけで A がもらい、身内の中だけで金やり手をする、全然違うんですけど、こういう大発明をしました。このように、条文上は普通に仕切りを入れ、区切りをするか、裁判所として競売して金に変えてみんなに善意を分けるだけだったんですが、実際には言ってみれば、まあ、この4つは例であって無限なぐらいいろんな種類の、分け方が認められました。はい。で、じゃあちょっと次の見ていきましょうか。こう認められた中で、はい、法改正されまして、ちょっと条文が曖昧なんですよ。ただ、一番ねシンプルにまとめてる本を参考にしましたけれども、条文法改正です。原則は現物分割と今言った4つなど、要するに柔軟ないろいろをやりなさい。どうしてもそれができない場合は競売して第三裁判所を通して売りますというふうに、ね、今までやってきた実務上の方法を、まあ、ほぼほぼ許すんじゃないかというような規定っぷりになりました。ちょっとねこれ曖昧なんです。ちょっともしかしたら将来自分も動画で表現変えるかもしれませんが、一応認められないんじゃないかと言われています。はい。そうすると古い民法では、現物分割ダメなら競売なんですが、今は現物分割ではなくて幅広く判例上認められた制度も許されるということで、競売は例外、裁判の場で競売は例外ないと原則は維持しつつも、競売以外の方法として実際に区切っちゃう現物分割だけでなく従来から認められた4つの方法を広く許すようにも読める規定になりました。まあ多分認められたと思います。というように、裁判分割になっちゃったとしても、話し合いがつかず裁判分割になっちゃったとしても比較的柔軟にやれるようなというのが今回の法改正になります。はい。で、最後に話がつかなく裁判分割する時の手続きになるんですが、これ前回言って、共有者全員で外のやつと戦う時に、全員が原告なんだしね、必要的、必ず共闘でやろうぜ、訴訟でしようぜって話をしたと思うんですけど、この裁判分割に関しても、これということになります。要するにだってね、ABC3 人で分けるのにね、2人だけが裁判参加してるって異常じゃないですか、ね、ただしこの場合ね、前回やったのはね、全員が原告並びなさいって話でしたけど、今回の場合は別にね、とにかくなんつうかな、どういう意味の、ある意味敵じゃないですか。前回の場合はABC 対敵、全員に対して登記を移せるという話ですから、C が被告になって、ある意味わけわかんないですけど、今回は全員が敵ですよ、お互いね。どういう分け方するかによって利益が相反するわけですが、今回はだから別に、自分、例えば A だけが熱心だったら、A が BC を訴えればいいんだって、決して ABC 全員原告って意味になります。だってそしたら被告がいないもんね。そうだよね。前回は第三者がいたから被告できるけど、被告いなくなっちゃうもんね。全員原告だ。そういうことじゃなくて、とにかくね、漏れなく原告と被告を合わせて全員になりなさいと、そういう意味になります。ですから別に今回こっちの方は訴訟しづらいってことはないです。前回みたいにやる気のやつが原告に名前つらんでくんないどうしようって話にはならないんですけど、とにかく全員漏らさずしましょう。そういう意味で必要的共同訴訟でございます。まあ、これはまあ民法はそういうもんじゃないですけどね。ということで、分割についてのまあかなりの部分、やったと思いますんで、まあ、お手持ちの本ね、ちょっとこの法改正の方は本によって言い方違うのかなというふうに思いますけど、照らし合わせて見ておいてください。以上です。